久保さん、お金が全てじゃない。いいんじゃないですか。そう思うんだったら。今日ね、オイル交換してきたんですよ。で、こちらですね、オイル交換。はい。オイル交換、23万3000キロ走ってます。費用はですね、1776円です。はい、1776円。お金が全てじゃない。これただになんねえかな。まあ、あとね、今日ね、洗車してきたんですけど、洗車もしたんですよ。でね、鹿児島って火山灰降るんで、僕が行きつけの洗車コーナーあって、そこ100円だったんですよ。水洗いずっと。100円安いなと。で、鹿児島火山灰降るんで、まあ安くなってんのかなと思って。で、今日行ったら、200円値上がりしてまして、なんか水洗い300円になって、シャンプーが200円から400円になってて、200円アップしてましたね。いや、お金すべてじゃないな。ただになんねえかな。まあ僕が行き着いた結論は、お金は必要ってことですね。お金がすべてじゃない。うん。お金は必要っていう。何するにしてもお金はかかりますんで、ある程度ね。だから自分の生きていくために必要なお金はいくらですか？それ必要じゃない。だから稼ぐ。終了ですね。うん。お金がすべてじゃないですよ。うん。じゃああなたが生きていくために必要なお金はどれぐらいですかと。だからその必要なお金がないんであるならば稼ぐしかないですよねっていう、それだけの話ですね。単純に携帯代、家賃代、水道光熱費、車の税金、車のオイル、まあ今回オイル交換しましたけど、オイル交換し、まあ電気自動車はオイル交換ないですけどね。まあガソリン車乗ってんだったらオイル交換しないといけないし、ぶっ壊れますからね、オイル交換しないと。エンジン壊れますよ、多分。ね、10万キロ1回もオイル交換してませんみたいなね。多分エンジンやばいっすね。まああとタイヤもすり減るし、ね、うん、もちろんガソリン代もかかるし、今高くガソリン代上がってますしね。だからガソリン代も満タンに入れたら1万ぐらいしますから、僕、廃屋なんで。だからまあ普通に働いても、サラリーマンで普通に働いても、40年ぐらい働いても、2億から3億稼がないといけないんですよ。それで僕たち生きてるわけじゃないですか。で、僕は生きていくために5億円って決めてるんですね。だから5億稼ぐっていう。僕が生きていくためには、自由にね、生きていくために、好きなものをある程度ですよ。ある程度買うために、余分に2億円ぐらいは稼ぎたいなと。で、その稼いだお金で、いろんなとこ行ったりとか、まあ、愛車を維持したりとか、まあ、そういうのをするっていう。ね。だからもし所得が、普通のサラリーマンの2億円、障害賃金が2億3億ですから、それだったら、まあ、GTR を保有して続けるのはきついでしょうね。うん。で、それが、なんだろうな、贅沢って言われると、じゃあその GTR を作って売った会社は何なんですかみたいな。フェラーリを作って売ってる会社は何なんですかと。ランボルギーニを作って売ってる会社はダメなんですかっていう。ね、世の中にいろんなサービスがあって、でそのいろんなサービスを提供して、でそこにお金が回っていて、そこで売れたらそこで給料、売り上げが発生して、その売り上げから給料が出るわけですよね。だから経済っていうのは、そのなんだろうな、お金がぐるぐる回ってるだけなんですよ。でもそれが贅沢だとか、なんやらな、なんだ、無駄遣いだとか、まあいろんなその話があるんだけども、お金じゃあ全部ね、お金が全てじゃないからお金使うなってなったら経済回んないですよ。給料ゼロですよ。まあ、全部ね、オールフリーになってね、全部のサービスが無料ですと。ってなったら、それはいいと思うんですよ。お金が全てじゃなくて、お金がなくても生きていけるじゃないですか。全部が、米も無料、水も無料、家賃も無料。ね。全部無料です、みたいな。お金必要ないですと。なったら、まあ、お金いらないですよね。ただ全てに値札がついてて、全部お金かかるわけじゃないですか。だから、必要じゃないっていう。で、今必要な分だけがないんだったら稼げばいいし、で、まあ、多分ね、僕はいる、まあ、いろんな人がいてるし、いろんな人の考え方があるんですけども、お金が全てじゃないんだったら、まあじゃあただで働けますかと。お金が全てじゃないんだから、お金が全てじゃないところで働いてくださいと。給料なしでも働いてくださいと。お金が全てじゃないんだから。違う部分でやってくださいと。うん、給料は発生しないですと。お金が全てじゃないから。だから自分の好きなことを仕事にして、だけど給料はないと。でも自分が好きなことを仕事にしてるわけですからいいですよねと。お金が全てじゃないんだから。自分が好きでやってんだから給料なくてもいいですよね。ってならないじゃないですか。だってお金がないと生きていけない部分はあるんで。だから無人島で暮らすんだったらいいんですよ。自給自足して魚取ってね、取ったぞみたいなのやってね。なんかそういう風にやっていくんだったらいいんだけど、もう例えば家庭がある方はね、子供の養育費もかかるじゃないですか。子供が大学行きたいって言ったらいくらかかるんですかっていう。私立の大学行きたいって言ったらいくらかかるんですかっていう。ただじゃないですよね。うん。そう、お金が全てじゃないんだけど、お金が必要なだけであって。別にその世の中お金が必要じゃなくても生きていける。さらに自分が好きなところに行けたりとか、自分が欲しいものを買える。フェラーリもタダでもらえる。うん。お金いらないですね。そう。お金はね、必要なんですよ。うん。だけどなんか、そこをね、認識していない人がなんか多いのかなと思うんですよね。もっとお金について真剣に考えるべきですよ。だって生きていく上でお金が必要なんだから。将来その不測の事態も、例えば将来ね、冠婚葬祭で友達がいっぱい結婚しました、あと葬式に行きました、そこでもお金払うじゃないですか。いや、お金が全てじゃないんで別に死んだ人にお金払いたくありませんっていう、通ります。いやいや、もう死んでんだから別にお金払う必要ないでしょみたいな。いや、そういう問題じゃないですよね、多分。ね、いや、友達がね結婚してね、ご祝儀、いや、お金が全てじゃないからご祝儀なんかいらんしょと、ね、お祝いのメッセージで価値あるだろうと、ね、お金が全てじゃないんだから1円も包みませんみたいなね、通ります。うん。そう、まあ僕が言ってるのは極論ですよ。でも極論なんで必要だからっていう。全てじゃないけどお金が必要っていう、ただそれだけなんですよ。本当にそれだけ。うん。で、あなたが生きていく上で、必要な経費ですよね。僕が必要な経費は5億円です。うん、5億は別に多くはないと思いますけどね。だって一般的なサラリーマンの人が2、3億でしょ？プラス2億円ぐらいなんで、暴利ですかこれって話で。僕は自分で独立して一人でやってるんで、いや、それぐらいちょっと稼いでもいいんじゃないかなと思うんですけどね。独立して一人でやって、一人で全責任でやってる、なんか意味がないじゃないですか。プラス2億円ぐらいもらわないと。やってらんないですよ。そう。だって全部自己責任ですから。会社で働いてた場合、ミスってもね、会社がケツ拭いてくれたりしますけども、誰も僕ケツ拭いてくれないんですよ。全責任でやってますから。うん、商品売れなかったら0円なんで、僕給料ないですから。うん、でも、まあ、もちろんそのサラリーマンの方でもね、インセンティブ、完全フルコミッションで働いてる方は別かもしれないですけども、営業マンの方でもね、営業取れなくても固定給発生したりする会社あるじゃないですか。仕事が営業なのに1本も売れなくても固定給発生するっていうね、なんか不思議な世界ですよね。はい、お金は全てじゃありません。お金は必要であります。いってらっしゃい。